岡田は去年はもうね、新人を県リーグ愛のゲーム出ているはずだと思いますが、三塁線の打球よく取ったバルディリス、ヒット一本を逃したという感じの石峰、ワンアウトになりました。いやいいプレーでしたね。ナイスプレーですね、これは抜けていたら、はい、ノーアウト二塁じゃないですか。そうなんですね、これは大きいですよ。岡田監督はですからやっぱりこのガッツ、このプレーを買うんでしょうね、素晴らしいプレーが出ました。ラインを絶対に抜かせないというね。いやいやいや、素晴らしいですね今の。そして起き上がってからの体勢の崩れもすぐ直しての送球がね、鮮やかでした。